こんにちは、大川祐介です。今回は Adobe Premiere Pro 内でボケを作るやり方についてご説明したいと思います。はい、久しぶりのチュートリアル動画なんですけど、まあ今回はね、 Adobe Premiere Pro のエフェクト、まあ、多分カメラの性能とかでマニュアルでボケを作ったりとか、オートフォーカスでボケをね変える方とかいると思うんですけど、今回はそのカメラ内で作るボケじゃなくて Adobe Premiere Pro のエフェクト内でボケを作るやり方についてご説明したいと思うんですけど、どういったシーンに使うかって言いますと、Adobe Premiere Pro の冒頭のシーンですね。例えば音楽が始まってくるフェードの部分とかでちょっとボケをね最初に作ってからフェードでくっきりさせていくっていう、このボケがクリーンになるっていうエフェクトを追加しますと、まあ、より始まりがすごくなんていうの、分かりやすい印象的なシーンになるので、今回はそれをご説明したいと思います。はい、では早速 Adobe Premiere Pro の画面内でご説明したいと思います。Adobe Premiere Pro 内でボケを作るやり方についてご説明していきたいと思います。まずですね、シーケンスにクリップを、まあ、いつも通り並べていただいて、こちらですね、まあ、スローでこういった感じで映像が始まりますよと。で、多分途中で夕日が出てくるんですね。夕日じゃない、朝日か。こんな感じのシーンでやっとボケを作り出したいっていう時だと、ここまでカットしますと。で、重要になってくるのがエフェクトで、今ブラーって出てるんですけど、本当その通りで、こちらでブラーというものを入力しますと。入力するとこんな感じでいろんなガウスブラーとかブラーチャンネルとかブラー合成とかあるんですけど、これのブラーガウスをドラッグしてください、クリップに。でクリップにドラッグするとこういった感じでエフェクトコントロールを見ますとエフェクトが追加されてますね。これのブラーというものを数字を0から上に上げるとこういった形で、まあ、ボケを作ることができます。まあ、つけすぎてしまうとなんかこういった感じで黒縁も出てきてしまうので、適度な形ですね。自分がボケを作りたいぐらいのレベルまで上げていただいて、こちらで一旦ストップします。で、こちらの左側のアニメーションボタンをオンにすることによってここから再生します。で、僕は今回この朝日のね、太陽が出てくるタイミングぐらいでボケを解消したいので、ここでようやく数値を0に戻します。そうすることによって再生します。こういった感じですね。一番最初はですね、こういった感じでボケが作られているんですけど、途中でクリアになる、こういったエフェクトの内容となっております。これを、まあ、例えばオーディオとかを追加して最初、まあ、ゆっくりしたフェードから始まってくる音楽の場合とかにはこういったエフェクトを使いますと入りが柔らかくなるので、ぜひおすすめするエフェクトとなっております。まあ、こんな感じで簡単にね、 Adobe Premiere Pro でご説明したと思うんですけど、このエフェクトをクリップに追加してちょっとアニメーションボタンでいじるだけなので、これもすごく簡単にできる印象的なねエフェクトなので、ぜひ皆さん挑戦してみてください。はい、こんな感じで本日はどうもありがとうございました。